女優の白石聖、24、が3日放送のフジテレビ系、川島明の芸能界、非通信簿3時間 SP570 に出演。喧嘩したマネージャーの LINE の登録名を強烈なあだ名にした過去を明かした、今だから言えること、がトークテーマとなり、話を振られた白石は、あまり良くない話だし、私が本当に悪いんですけど、マネージャーさんと大喧嘩というか揉めてしまって、と切り出した、なんでこんな風に言われなくちゃいけないんだ。ここまで言われる必要あるか、と不満を抱えた白石は LINE でマネージャーの登録名を命名した名前に変更。ところが、ある時マネージャーへ送ったスクリーンショットの画像に白石が勝手につけた登録名が映ってしまったという。登録名が映り込んでいたことに気づかなかった白石へマネージャーから送られてきたメッセージは、クソ野郎、っていうのを変えてもらえますか、という一言。その後はマネージャーへ謝って和解し、現在もそのマネージャーと仕事をしていると振り返った。ほっとりした見た目の白石の毒舌エピソードにスタジオは爆笑、登録名は、クソ野郎、です。野郎は漢字です、と話す白石へお笑いコンビ、麒麟の川島明、44、は、いや、どうでもいいんですよ。そんなラーメン二郎みたいな、と笑いながらツッコミを入れていた。